社会学士。社会学士は社会学の歴史である。社会学はフランス革命のすぐ後に実証的な社会の学問として啓蒙思想から生まれた。社会学はその起源を科学哲学や知識の哲学の様々な重要な運動によっている。しかしながら一般的な哲学の蓄積に由来する広い意味での社会分析が必然的にこの分野に先行している。 近代的な学問としての社会学は近代化、資本主義、都市化、合理化、世俗化に対する王として交流しており、近代国民国家の規定物たる制度、構成要素たる社会化、手段たるサーベイランスの発生に特に強い関心を抱いている。社会学的な言説はしばしば、啓蒙よりもむしろ近代化という概念を強調する点で、 古典的な政治哲学と区別される。社会学は比較的短い期間に大きく発展もすれば分岐もしたが、どちらも方法論的な問題の結果、特に経験主義に対する無数の反応の結果である。社会学史上の議論は大雑把には、構造と行為主体性のいずれが優位であるかという理論面の論争だと特色づけられる。現代の社会理論は、 この対立の和解を行おうとする傾向にある。20世紀中頃には、言語論的展開、文化論的展開によって、社会分析に対する理論社会学的、哲学的アプローチが取られることが多くなった。逆に、ここ数十年ほどの間には新たに分析的、計算機的な厳密な手法が交流している。量的な社会調査の手法は、政府、企業、 機関の行う一般的手法となり、他の社会科学においても利用されている。このため、社会学の領域では、社会調査にある程度の自律性が認められている。同様に、社会科学という術語は、社会や人類の文化を研究する、様々な分野を指す、包括的名称として使われるようになった。社会学的推論は少なくとも古代ギリシアにまで、 遡る、クセノファネスの発言を参照。馬が神を崇拝していたら、神は馬に似ていたであろう。原始的な社会学的調査は、創立期の西洋哲学の文献に見出される、ヘロドトス、トゥキュデデス、プラトン、ポリビオス等々だけでなく孔子のような非ヨーロッパ系の思想にも見出される。古代ギリシアの社会学的死を特徴づける傾向の起源は、社会環境に求められる。 その国家では広範囲で強く中央集権的な政治機構が稀であったために地方主義、地方仇といった部族根性が自由な役割を演じられた。この地方主義、地方仇のような部族根性によって社会的現象に対するギリシア的な死のほとんどが可能になったのであ。調査の起源は1086年にイングランドのウィリアム一世が行ったドゥームズデイブックに遡る。 初期ムスリム社会学の形跡が14世紀から見つかっている。イブンハルドゥーン、1332年1406年が著書、ムカッティマー、後にプロレゴメナナルダイでラテン語訳されたを表して、社会的結合、社会的圧力を定式化する理論において、初めて社会哲学、社会科学を発展させたものとなった。そのため彼を社会学の先駆者とみなすものもいる。 社会学という実語は最初にフランスの随筆カーベシエース1748年1836年によって造語されたラテン語ソシャス仲間及び設備ジアラジーの研究ギリシアゴラムダガンマ知識よりこの実語はこれとは独立に1 8 3 8年にフランスの思想家オーギュスト・コント 1798年1857年によって、新語として再発明、紹介された。コントは正規には、自身の研究を、社会力学、フッツ、ファジークソスヤルと称したが、この言葉は、他の人々、特にベルギーの統計学者、アドルフ・ケトレー、1796年1874年によって占有されていた。コントは、 社会契約の独創的な啓蒙社会哲学者に習って著述し、社会領域の学的理解を通じて、すべての人間に関する研究を統一しようとした。彼独自の社会学スキームは19世紀の人文主義者に特有のものであったすべての人間の性は、個々の歴史的段階を通過し、そしてもしこの発展を把握できれば、社会的病理の処方箋をかけるようになるとは信じていたのである。 コントのスキームでは、社会学は学問の女王となるはずであったすべての基本的な物理科学がはじめに来て、ほとんど根本的に異なる人間社会の科学自体がそれに後続すというのである。以上のことから、コントは社会学の父とみなされるようになった。コントは自身の広範な科学哲学を実証哲学講義、1830年から1842年、 と名付けたが、一方、実証主義の一般的視点、1865年では、社会学特有の目的が強調された。後半生では、本とは、かつて伝統的信仰に担われていた、結合機能を果たすために、実証主義社会の人類教を発展させた。1849年に、彼は、実証主義歴と呼ばれる改歴を提案した。 側近者であるジョン・スチュアート・ミルにとって、良いコント、実証哲学講義の著者と悪いコント、世俗宗教的な気候の著者を区別することは可能であった。気候は失敗したが、チャールズ・ダーウィンの種の起源の出版に遭遇して、19世紀の世俗的ヒューマニズム組織の激増に対して、特にジョージ・ヤコブ・ホリオークやリチャード・コンリーブといった世俗主義者の著作を通じて影響を与えた。 ジョージ・エリオットやハリエット・マーティノといったコントの英語圏での信奉者は彼の気候の非常に盛大な儀式のほとんどを否定しているにもかかわらず人類教という概念自体とコントが他者のための生フッツ・ビブレ・ポアー・アルトルーイ・オルトルイズムという単語の由来を史上命令としたこととは好んだコントによる社会進化の説明はカール・マルクス 1818 18年1883年の人間社会は共産主義という頂点を目指す発展の途上にあるという思想との類似性をはらんでいる。これは初期のユートピア的社会主義者でかつてコントの詩であったアン・リドさん・サンコール・シモン1760年1825年から両者が大きく影響を受けていることを鑑みれば驚くべきことではないだろう。 両者は世俗化の波に乗っており、新しい科学的イデオロギーを発展させる傾向にあった。マルクスはヘーゲル主義の伝統に立って実証主義的方法を否定したが、それにもかかわらず、社会の科学を発展させようという試みの中で、後のより広い意味での社会学の創設者の一人とみなされるようになった。 アイザイア・バーリンはマルクスを、その称号を請求し得る者の中でも、近代社会学の真の父であると評している。この引用文にも見られるように、ハーバート・スペンサー、1820年1903年は、しばしばコントの追随者とみなされるが、彼は、生前からこのことを嫌っており、コントを全く読んだことがなかったことを自助伝に、 記している進化生命学の諸種の発展に倣って書いて、スペンサーは今日社会ダーウィニズム的とみなされるような術語を使って社会学をいたらに最低式化しようとした。スペンサーは実際のところはダーウィニズムというよりラマルキズムの衝動者であった。特に啓蒙時代の社会契約理論家やアダム・ファーガソン、1723年1816年、 のような歴史家といった、その他多くの哲学者、学者が社会学の発展に影響を及ぼしている。自身の社会契約論のために、ファーガソンは自らを近代社会学の父と評した。社会学という術語を使用した他の著作として、北米の法律家ヘンリー・ヒューズの理論的、実践的社会学論とアメリカの法律家、ジョージ・フィッツ・ヒューの南部のための社会学、あるいは 自由社会の失敗がある。どちらも1854年、アンテベラム期アメリカの奴隷制に関する議論の文脈で発表された。英国の哲学者、ハーバード・スペンサーの社会学の研究は1874年に発表された。アメリカ社会学の父とされることもある。レスター・フランク・フォードは1883年に動的社会学を発表した。ホイック等の社会理論家で、 コントの著作の多くを英訳したハリエット・マーティノーは最初の女性社会学者として名を挙げられる。その他様々な社会史や経済学者が古典的社会学者と認知されているが、その最たる者がロベルト・ミヒエルス、1876年1936年、アレクシド・トクビル、1805年1859年、ビルフレド・パレート、 1848年1923年、ソースティン・ベーブレン、1857年1926年、らであろう。古典的社会学の文献は、概して純粋に道徳的、規範的、あるいは主観的であろうとするよりもむしろ科学的、体系的、弁償的であろうとする点で、政治哲学と区別される。資本主義の発展と結びつけて考えられる。 新たな階級構造も重要視され、さらに社会学的文献をルネサンスや啓蒙時代の政治哲学から分離している。19世紀後期から20世紀初期の古典的社会学の理論化には、ルドビク・グンプロビッチ、1838年1909年、フェルディナント・テニス、1855年1936年、エミール・デュル・ケーム、 1858年1917年、ゲオルク・ジンメル。1858年1918年、マックス・ベーバー。1864年1920年、カールマンハイム。1893年1947年がいる。彼らの多くは、自身を厳密な意味での社会学者とは考えておらず、法哲学、経済学、心理学、 哲学にしっかりと取り組んでいた。形式的、学術的な社会学は1895年に、デュルケームがボルドー大学にヨーロッパで初めての社会学部を創設し、社会学的方法の基準を発表したことに始まる。1896年には彼は社会学年報を創刊した。デュルケームの影響力の高い論考、自殺論 ?1897 年は、 カトリック、プロテスタント、ユダヤ教という宗教別自殺率に関する事例、研究であり、社会学的分析を心理学や哲学から区別した。本書は構造機能主義という概念に対しても大きく貢献した。アメリカ合衆国において社会学と米打たれた講義は1875年に、ウィリアム・グラハム・サムラーによって初めて行われ、ヨーロッパで、 デュールケームの研究が進んでいるのに対して、コントやスペサーの思想に追随した。これに次いで、古いアメリカ合衆国での社会学の講義は1890年にカンザス大学で開かれ、フランク・ウィルソン・ブラックマーが教鞭をとった。1891年にはカンザス大学で歴史社会学部が創立され、最初の完全に独立した社会学部は1895年に アメリカ社会学史を創刊したアルビオン・ウッドベリー・スモールによって1892年に歯科大学に創設された。アメリカの社会学はヨーロッパの社会学とは明らかに異なる方向へ、後期した。シカゴ大学でジョージ・ハーバート・ミード及びチャールズ・ホートン・クーリーがシンボリック相互作用論や社会心理学の発展に影響を及ぼし、 一方レスター・フランク・ウォードは1883年に動的社会学を発表して科学的方法の根本的な重要性を強調した。イギリスで最初の社会学部は1904年にロンドン・スクール・オブ・エコノミクスに創設された。1919年には新たに反実証主義社会学を創始したマックス・ベーバーによってドイツのミュンヘ大学に 社会学部が創設された。1920年にはポーランドでフロリアン・ビトルドズ・ナニエツキ、1882年1958年によって社会学部が創始された。フランクフルト大学の社会研究所、後に批判理論で有名なフランクフルト学派の画像となるは1923年に創設された。批判理論は 第二次世界大戦後にそれ自身の生の何かを引き受け、カルチュラル・スタディーズのバーミンガム学派や文学理論に影響した。社会学の国際的な共同研究は1893年に、ルネボルムス、1869年1926年が小規模な国際社会学協会を創設したことに始まるが、1949年以降はより大きな、 国際社会学会がそれをしのいだ。1905年には、世界最大の社会学研究者の団体である、アメリカ社会学会が創始され、レスター・ホードがこの学会の初代会長に選出された。デュル・ケーム、マルクス、ベーバーが特に近代社会科学の三大創始者として、研究される。デュル・ケーム及び、ベーバーを頂点とする社会学の古典のバイブル化は、部分的には、 両者をアメリカの大衆に紹介したことでよく知られるタルコット・パーソンズに追っている。パーソンズの社会的行為の構造。1937年はアメリカの社会学派を統合して社会学が最も早く成長することを議題とした。ただし、社会的行為の構造はパーソンズの思想的変歴を反映した内容になっている関係上。 マルクスやジンベルではなくビルフレド・パレート・ベイバーやデュル・ケームと並んで取り上げられている。彼のバイブルは一つの理論的枠組み、つまり前の半世紀の間の社会学の純粋な科学的発展によって事実上正当化された枠組みの背後にある多様な社会理論学派を統合するという願望に導かれていた。初期のアメリカ社会学においてマルクスが果たした役割は、 パーソンズに返されるのと同じだけ広範な政治的傾向にも変えれる一方で、デュルケーム、ベーバーと共に、マルクスが三代古典的社会学者として確立されて以降、ヨーロッパの社会思想に対するマルクス主義の支配が長く続いた。初期の理論家たちによる社会学に対する方法論的アプローチは概して、社会学を自然科学と同じやり方で扱うものであった。 あらゆる社会学的な主張、発展に、議論の余地のない基盤を与えるために、そして、哲学のようなより経験的でない学問から、社会学を区別するために、経験主義と科学的方法の協調が追求された。この社会学的実証主義と呼ばれる立場が、基づいている過程は、真の知識とは、科学的知識のみであり、そういった知識は厳密的に科学的、 定量的な研究を通じて理論を確認することによってのみ得られるというものであった。エミール・デュル・ケームは理論に基づいた経験的研究の衝動者であり、相互関係を追求して構造的法則つまり社会的事実を発見した。彼にとって社会学とは制度、制度の起源、制度の機能の研究と言えるものであった。デュル・ケームは 社会学的発見を政治的改革や社会的団結の追求に適用することに尽力した。今日、デュルケームの実証主義の学問的説明は誇張や過度の単純化に対して弱いと言える。今度は社会領域はボクシングと同じ方法で科学的分析の主題になり得ると仮定した唯一の有名な社会思想家であり、対してデュルケームは根本的な認識論的限界を かなりの程度認めた。実証主義に対する反動は、ゲオルク・ビルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル、1770年1831年が、経験主義を無批判的だとして退け、決定論を過度に、機械論的だとみなした際に始まった。カール・マルクスの方法論は、ヘーゲルの弁償法からの借り物であるが、実証主義を拒絶して批判的分析を好みもし、 思い違いを排除することで事実の経験的な獲得を補おうとした。観察されたものは単純に記述されるよりもむしろ批判にさらされるべきだと彼は主張した。それにもかかわらず、マルクスは私的遺物論の経済的決定論に基づいた社会の科学を作り出そうと尽力した。ビルヘルム・デルタイ、年年、やハインリ・ヒリッケルト、 1863年1936年といった他の哲学者は人間文化を形作る人間社会に特有の要素を意味、記号、その他のために自然世界は社会的世界から区別されると主張した。20世紀になるとドイツの社会学者の最初の世代が方法論的反実証主義を形式的に導入し、研究を 人間の文化的規範、価値、記号、主観的視点から見た社会の過程に集中すべきだと主張した。マックス・ベイバーは社会学は因果関係、特に理念型、つまり複雑な社会現象の過程的な単純化の間の関係を同定できるので大雑把には科学と言えると主張した。しかし反実証主義者としてあるものは自然科学者が求めるもののように、 非歴史的、普遍的、一般化可能ではないものの間の関係を追求した。フェルディナント・テンニースは、人間の関係の二つの基本型として、ゲマインシャフトとゲゼルシャフト、共同体と、社会を意味するを提唱した。テンニースは、概念の領域と、社会的行為の実在の領域を間に視線を、隠した、つまり、前者は、 合理的に、演疫的方法によって扱われるべきであり、純粋、社会学、後者は、経験的に、機能的方法で扱われるべき、応用社会学だとしたのである。ベーバーとゲオルクジンメルの両者が、社会科学に対する、解釈的アプローチを開拓したつまり、外部の観察者が特定の文化集団、あるいは、土着民と、彼らの言葉、 考え方で関係を持とうとする体系的過程というアプローチを開拓したのである。特にジンメルの著作を通じて社会学は実証的なデータの蓄積、つまり構造法則の決定論的体系の間にあり得る特徴を受容した。ジンメルは生涯を通じて学術的な社会学から比較的孤立しており、コントやデュルケームよりもむしろ現象学や 実存主義の著作家を思わせるキーな近代分析を提示して社会的人格の形式や可能性に特に関心を払った。彼の社会学は認識の限界に関わる新カンと主義批判に携わり、カントの自然とは何かという問いに対する直接的な当て付けとして社会とはかと問うた。20世紀初期にはアメリカ合衆国で 社会学が発展し、社会文化的進化に関わるマクロ社会学と、日々の人間の社会的相互作用に関わるミクロ社会学とが交流した。ジョージ・ハーバート・ミード、1863年1931年、ハーバート・ジョージ・ブルーマー、1900年1987年、そして後のシカゴ学派のプラグマティックな社会心理学に基づいて、社会学者たちは、 シンボリック相互作用論を発展させた。1920年代には、ルカーチ・ジェルジが、歴史と階級意識、1923年を発表したが、一方で、デュルケームとベーバーの著作が死後に発表された。1930年代には、タルコット・パーソンズ、1902年1979年、が、行為理論を発展させ、社会秩序の研究を、 マクロ要因やミクロ要因の構造的、自発的な面の研究と統合させ、また一方では、この議論をシステム理論とサイバネティクスの高度に説明的な文脈の中に位置づけた。オーストリアで、後にはアメリカ合衆国で、アルフレッド・シュッツ、1899年1959年は、社現象学を発展させ、これが、後の社会構築主義を形成した。 同時期に、フランクフルト学派のメンバーのテオドール・アドルの、1903年1969年、や、マックス・ホルクハイマー、1895年1973年、が非理論を発展させ、マルクスの史的唯物論の要素とベーバー、フロイト、グラム氏の資本主義的近代は啓蒙の中心的距離からの退去だという知見と、統合、必ずしも名目上にどまらず、 理論上で、した。戦艦期に、社会学は表面上の政治的支配という理由で、全体主義政府によって傷つけられた。ロシア革命の後に、社会学はソ連の中で存在しなくなるまで徐々に、政治家、ボリシェビキ化され、最終的には、スターリン化された。中国では、社会学は1952年に、記号学、比較言語学、 サイバネティクスと共に、ブルジョアニ偽科学として禁止され、1979年まで復興しなかった。しかしながら、同時期に、社会学は西側の保守的な大学でも傷つけられた。これは、社会学がそれ時代の目的と権限を通じてリベラル、あるいは、左派思想へ向かう正徳的系を持っているものと認識したからというのもある。社会学が有機的結合や、 社会的団結に関心を持つ構造機能主義者によって創設されたと仮定すれば、この考えは幾分無根拠なものとなる。が、デュールケームをアメリカの大衆に紹介したのはパーソンズであり、彼の解釈は潜在的に保守主義であるとして批判されてきた。二十世紀中頃には一般的な、しかし普遍的ではない傾向がアメリカ合衆国に存在したアメリカ社会学が 当時の行為理論やその他のシステム理論的アプローチの交流によって本省上さらに科学的なるという傾向がロバート・キングマートンが社会理論と社会構造1949年を発表している1960年代の天気までに社会学的研究は道具として政府や企業によってますます世界的に用られるようになった社会学者たちは 新しい種類の量的、質的研究法を発展させた。ポール・ラザースフェルドが、コロンビア大学で、応用社会学研究局を創立し、そこで、社会調査の手法にも組織にも巨大な影響を、及ぼした。社会学的方法に対する多大な功績のために、彼は、近代経験的社会学の父の称号を得た。ラザースフェルドによって、統計調査分析、パネル法、 潜在構造分析、文脈解析において、超速の進歩が遂げられた。彼は、数理社会学の共同創立者の一人とも、みなされている。彼の考えの多くは、今日でも明らかな、こととされているほど影響力が高い。1959年に、アービング・ゴッフマンが、行為と演技、日常生活における、自己提示を発表して、 ドラマツルギー分析理論を導入して各個人が自分の印象を他者の心の中に残すために特有のうつつを作ろうとしていると主張した。チャールズ・ライト・ミルズは社会的想像力を表しぼんやりした経験主義や大理論を否定して人間中心主義的な言明を力づけた。1960年代には様々な社会運動の交流と並行して特にイギリスで シンマルクス主義やフェミニズム第二世代のように社会的闘争を強調する紛争理論の中から文化論的展開が起こった。ラルフ・ダーレンドルフとラルフ・ミリバンドは階級闘争や先進国の先駆的理論を提示した。この時代に宗教社会学が世俗過程でグローバリゼーション、まさに宗教的実践の定義といった新しい論題とともに復興した。ゲルハルト・エマヌエル・レンスキや ジョン・ミルト・ン・インガーといった理論家は宗教の機能主義的な定義を提示した言い換えれば宗教とは何かと尋ねるのではなくむしろ宗教は何をするのかと尋ねるようにしたのである。これにより様々な新しい社会制度、社会運動がその宗教的な役割という観点ら調査できるようになった。マルクス主義の理論家は類似した用語で消費者主義と 資本主義エデオロギーを精査し続けた。アントニオ・グラム氏の極中ノート1929年から1925年は最終的に190年代初頭に英語で発表された。1960年代から1970年代には、いわゆるポスト構造主義及びポストモダンの古典的社会科学だけでなく、構造主義や現象学を用いた理論が社会学的研究に、 大きな影響を与えた。マテクスト性、パスティーシュアイロニーといった特色を持つ文化的スタイルである、後引くモダニズムとしてしばしば理解されつつ、ポストモダンの社会学的分析は、一特にリオタールの作品を受けるメタ物語の分解、二物心数配論と後期資本主義の消費活動による事故の共造、ドゥボール・ボードリアール・ジェームソンと結びついたそれぞれの 時代を提示した。ポストモダニズムは、ミシェル・フーコークロード・レビー・コール・ストロースや、より低い度合いではあるが、ルイアル・チュセールのマルクス主義を、アンチ・ヒューマニズムと調和させようという試みにって、人間主体という啓蒙的概念を否定することとも、関連付けられてきた。この運動と結びつけて考えられる、理論家のほとんどは、積極的にこのレッテルを否定し、どちらかといえば、ポストモダンを、 分析手法というよりも、むしろ歴史的現象と認める方を好む。それにもかかわらず、自覚的なポストモダン的意見が、一般的に、社会、政治科学において生まれ続けている。1980年代には、フランス以外の理論家は、独立した新しい時代自体よりも、むしろ近代の第二の様相としてのグローバリゼーション、コミュニケーション、再規制、 に注目する傾向にあった。ユルゲン・ハーバーマスは、コミュニケーション的行為を、批判理論及び、アメリカのプラグマティズムによって形成し、近代性に関する言明に対するポストモダンからの、挑戦に対する応答として確立した。同イたる、ドイツの社会学者、ウルリッヒ・ヒベックは、危険社会、1992年を、近代国家が組織される方法の説明とて、発表した。 イギリスではアンソニー・ギデンズが周期的に起こる理論の二分化を構造理論によって調停した。1990年代にはギデンズはハイモダニティに対する挑戦を続けるとともに新たな第三の道を提示してイギリスの新しい労働党やアメリカ合衆国のクリントン政権に大きく影響した。ポーランドの主導的な社会学者ジグムントバウマンは 後半にモダン及びポトモダンの概念について、特に歴史的現象としてのホロコースト及び消費者趣味について著作活動を行った。ピエール・ブルデューが文化資本に関する研究を続けて大きな批判的絶賛を得た一で、特にジャンボードリアールやミシェル・マフェゾリのようなフランスのある種の社会学者は、錯乱状態にあるとか相対趣味に陥ったなどとして批判された。 ニクラス・ルーマンのような機能主義体系の理論派は世紀の終わりまで社会学に支配的な影響力を保った。1994年にロバート・キング・マートンが科学社会学における功績によってアメリカ国科学賞を受賞した。今日に至るまで実証主義学派は特にアメリカが思春国において一般的である。社会学を扱っている中で最もよく引用される。 アメリカの雑誌、アメリカン・ジャーナル・オブ・ソシオロジーとアメリカン・ソシャロジクル・レビューは、主に実証主義学派の研究を掲載しており、特に前者は、極端な多様性を排除している。一方、ブリティッシュ・ジャーナル・オブ・ソシオロジーは、主に非実証主義者の研究を掲載している。20世紀には、社会学で用いる、定量的方法の発展が顕著であった。年で同じ人々を調査する、 重断的調査の発展により、研究者が長期にわたる現象を調査できるようになり、研究者の因果関係を推論する能力が増大した。新たな調査法によるデータセットの増大に伴って、このデータを分析するための新たな統計手法が発明された。この種の分析は、大抵、SAS、s t a t あるいは SPSS といった、 統計解析ソフトウェアを置いて行われる。実証主義学派の新たなパラダイムの一例として、社会的ネットワーク分析がある。社会ネットワーク分析の影響は、経済社会学、例えば、ジェームズ・クライド・ミッチェル、ハリソン・ホワイト、マーク・グラノベッターの研究を参照、組織論、歴史社会学、政治社会学、教育社会学といった、 社会学の多くの会分野に浸透している。より独立したホワイト・ミルズの精神を受け継いだ経験的社会学や、スタンリー・アロノビッツによるミルズの研究していた、アメリカ合衆国のパワーエリートの研究の小規模な復興モミラル。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。